はい、皆さんこんにちは。みなです。高です。H ブログです。今日はまたちょっとだけ国内観光しようかなと思って。愛知県内観光？あ、違うか。愛知県じゃない。東海三県。東海三県ね。東海三県観光でまた三重に来てます。今日はちょっと鳥羽にめちゃくちゃいい旅館を予約して温泉に入ったり、真珠の歴史とかを学んだりで、今からこの商店街みたいなところで、あの美味しいサザエとか、鳥羽サザエストリート、美味しいシーフードを食べたいと思います。うまそう。店選ばなきゃいけないね。そうだね。こんにちは。うわ、伊勢海老1000円から。どうぞ、いかがですか。 Google マップスでちょっとレビューを調べたら、一番奥のお店が一番レビューが高かったから、それに入ってみようかな。ザ・カイヤ。ザ・カイヤ。入りましょう。店の中もコンパクトな感じで可愛い感じ。カキ、ね、はないでしょ。カキあるのかな。あります。あ、焼きカキ。あるや。じゃあ焼きカキ一つ。焼きカキがいい。うまそう。めっちゃ来た。いきまーす。いただきます。めっちゃ美味しい。めっちゃいい匂いする。保険とかはちゃんと会社のであったおかげで健康保険。うまい。おいしい。あっちい。当たり前でしょ。焼きたてだよ。もう一個、もう少し焼かせてください。真ん中からごめんなさい。失礼いたします。わー、すごい。電車の中に来たね。ビールに合う。めっちゃ合う。最高。うわでかい。うわー、でかいやつ。すごい。今から食べます。まだ生きてるけど、今から。ごめんなさい。俺の顔と比べたいね。あ、そうね。大きい。そう、すごい。さっきの伊勢海老。どう。いいですか。写真撮ってもらって。めっちゃ美味しそう。すごい。身がパンパンや。そうだね。すごい量だね。この時期のこの、うん、これは珍しいですのでね、この時期しかありませんので、卵の内子っていうのはね。やば。卵ちょっと食べようかな。これ卵なんて食べたことないんだけど。でも食べたことない。美味しいのかな。まあ、お好みやです。醤油つけてもいいけど、そのままが美味しいと思うの。うまい。あんまりめっちゃ美味しい。ありがとうございます。人生初の卵。できました。できました。できました。シェアしないかなって。プリプリ。あんなにでかい一口のエビ食べたことない。レナの大根みたい。これ、出てきたでしょ。で、あともう一つ。ここにも身入ってる。本当だ。残念ながら出すのが下手。また身が出てきてよかったね。どうサザエさん。サザエをうまく取れるのかな。うまく取れるのかな。うまく取れるね。すご。
わぁ、飛んだ飛んだ磨いてもこんなにめちゃくちゃ美味しい。美味しい。まだ伊勢エビ食べてます。いつまで食べてんね。最後の一口は熱かった。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。わあ、大満足。大大満足。そばといったら何？真珠。ねえ、だから三木本読めない島。真珠ね、今言ったやん。真珠島行きましょう。撮っていいのかな、どうぞ。わかんない、引いてみよう。はい、三木本真珠島に入りました。これあれなんだね、島なんだね。三木本が所有してる島ってことでしょ。この島で真珠作ってるのかな、いっぱい。違うか、ミュージアム。ファインドアウトしましょう。ミュージアムのためのってことかな。アマさんが現れました。なんか今からショーというか、アマさんが何かを撮るんだって。作業をするって感じ。うん、私たちはアマさんの仕事を見れる。お客様同士の距離を十分に。望遠レンズを忘れた。天才の私では、ただいま。ここ、サンプリント機体は、リアルタイムを検出し、その特徴を見つつ、レイトを開発する。もう潜ってる。すごっ。うわ、撮ってきた。うわ、すごっ。ここかな。そうじゃない。真珠のミュージアムが終わりました。めっちゃ勉強になったよ。全然知らなかった。なんか自然にできるかと思った。皆さんが知ってるかわからないけど、真珠が貝の中に何かを入れて、そこからこうコーティングされるみたいな感じで真珠ができる。全然知らなかった。でももっと欲しくなってきたよ。買ってくれる？タカ、真珠のピアスとかが欲しいよ。白いモデルに困ったことない。柔らかい。